どうやったの。バファローズ選手の交代をお知らせいたします。代走しました岩橋がそこ内にセカンドレフト石川に対まして5番ピッチャー本田に対ましてアーチャード。Important thing, and I felt really good. I felt
felt that I had everything connected, body, mind, and my stuff. And I know it's really good.精神面でも体面でももう全てがうまくつながって非常にいいピッチングができましたし非常に感覚も良かったですし何よりチームが勝てたことが非常に良かったと思います。出た段階でパーフェクトピッチングでした。初安打を許した時非常に悔しそうな表情も浮かべていらっしゃいましたがパーフェクトへの意識というのはあったんでしょうか。Yes, I'm always thinking that. Every time that I'm going out, is thinking like I'm trying to get out of here. I know it's difficult. I hit it no runs, so I was a little close. But thank you guys for being here, and I appreciate that.マウンドに上がるときはもう常にノーヒットノーランをやってやろうという気持ちで上がってますので今日は打たれてしまいましたけれども得点は許さなかったので本当に今日は応援ありがとうございました。気合の乗ったピッチングだったと思いますがベンチからどのようにご覧になっていましたか。 Oh man, that was fantastic. And that moment I feel the crowd was electricityYes, I was in a knockout trying to see you well, and he did it, man. I was awesome, and I appreciate him for that, man.もう本当に富山投手には非常に感謝します。もうダグアウトの中で緊張しながら見てましたけれども、抑えてくれて本当に嬉しかったです。これでエスピノーザ選手はチームトップの5勝目。さらに京セラドームでは4試合で1失点のみ。まだタイムリーは打たれていません。Oh, yeah, I didn't know that. Thank you guys, because without you, I couldn't pitch like that. And it's amazing to feel that energy and make me feel like I'm home too. The most important thing is that we have like a 7 straight wins, and that was awesome. And thank you so much.まずはありがとうございます。本当に7連勝していることが非常に素晴らしいことだと思いますし、ファンの人たちの声援が常に届いていますので、これからも応援よろしくお願いします。いただきますと、徐々にこの母国の国旗もフラッグも増えてきていると思います。これからに向けて、ファンに向けても一言お願いします。Oh yes, thank you guys for the all fans that come here tonight, and that's amazing. And I appreciate that. I see like a lot of Venezuelan flag, and it's amazing. I'm always there to my partner that I see a couple's flag, like Venezuelan flag here, and that's made me feel like home. So guys, thank you so much. I couldn't do it without you, and I appreciate it. And God bless us.皆さんの力なしではここまでのピッチングができないので、どんどんベネズエラの国旗も増えていっているのも気づいてますし、自分の両親にもそういったことも伝えて、どんどん私自身もホームのような家にいるような感覚で投げることができてますので、引き続き応援よろしくお願いします。ありがとうございました。まずはエスピノーザ選手にお話を伺いました。続きまして3アンダー2打点の活躍、紅林弘太郎選手です。ナイスパスでした。まずは4回の先制タイムリーから伺います。2アウト1塁2塁という場面で先制の場面でしたけれども、どんな思いで打席に向かわれましたか。はい、もうエスピノーザ投手が頑張っていたので、なんとか先制できるようにと思って打席に立ちました。次は6回の第3打席、ワンアウトランナー1塁から右中間への貴重なタイムリーツーベースでした。西川選手の激走もありましたけれども、あの場面振り返ってください。はい、エスピノーザ投手が頑張っていたので、なんとか追加点になればと思って打席に立ちました。さらに最初の打席では大竹選手の88キロのスローボールを打ち返していました。場内どよめいてましたけど、あの場面はいかがですか。そうですね、エスピノーザ投手が頑張っていたので、なんとか、塁に出れるように頑張りました。
さて、紅林選手はこれで昨日に続いての3安打猛打賞、さらにタイガース戦ではこれで8打数6安打の活躍です。明日の関西ダービー第3ラウンドに向けても一言お願いします。はい、今すごいいい感じで連勝できているんで、明日も勝って、もっと勝って、はい、勝てるように頑張ります。ありがとうございました。紅林選手でした。そして満塁で貴重な追加点のタイムリーを放ちました宗優真選手です。中身さん、さて、あの場面ですが、前を打つセデーノ選手に対してストレートのフォアボールで満塁になって迎えた打席でした。どんな思いで打席に向かっていったんでしょうか。はい、コンパクトにもう振るだけだと思って、はい、シンプルにいきました。その結果が逆方向へのタイムリーヒット、これ貴重な2点タイムリーになりました。ボールが弾んだ瞬間というのはどんな思いでしたか。ああ、貴重なヒットだなと思いました。さて、宗選手、今シーズンは2度のサヨナラタイムリーに加えて、これで得点圏打率は3割超えが続いています。つまり勝負強さの秘訣というのは何でしょうか。割り切った思考です。ありがとうございます。さて、明日は関西ダービー3連勝、さらにはチーム8連勝がかかるゲームになります。ファンに向けて力強い一言お願いします。はい、いつもいつもありがとうございます。連勝を伸ばせるように頑張ります。よろしくお願いします。明日もありがとうございました。見事7連勝を決めましたバファローズ。今日のヒーローはエスピノーザ選手、紅林選手、宗選手でした。放送席どうぞ。さあ皆さん、それでは今日もヒーロー選手と一緒にアリステイヤ登録を含めてこの勝利の喜びを全員で分かち合いましょう。もちろん今日も今シーズンのキャッチフレーズオリフォーで全員で合わせますよ。皆さん準備は OK でしょうか。さあそれでは行きましょう。明日の勝利へ、せーの、オリフォー。そしてアンダーソン・エスプロソン選手でした。ナイスゲーム。